矢沢的にはなんかこう今後ジェラードで発信したいこととか、なんかこう、うん、こうしたらいいんじゃないのみたいなとか、なんかこの先のこと、まあ、なんか今暗いご時世であんま先のことが見えないけど、なんか逆にこういう時だからこそなんか先こんなことしたいねとか、こんな面白いことがあればな、なんていうことがちょっとなんかみんなに希望が持てるですねそんなのもちょっとなんかあるといいなみたいな。どうですかね、そう、うち、うん、どうなんですかね。だからとりあえず助けられてんなと思うのは、本当にこんなご時世でも普通にお客さん来てくれてるんで、本当だね、まあやっそのですね、なんか多分その顧客さんだったりなんだりって人たちが結構来てくれて助けてもらってる部分はあるんで、なんかだから返してあげたいですよね、そういう意味では。そのまあそれがものなのか、そういうイベントごとなのか、何なのかっていうのはちょっとまあどういう風にしてとかっていうのは何とも言えないですけど、例えばまあその人が作ってほしいなって思ってるものがこう具現化されるというか形になれば、それはそれで満足はされると思いますし、あ、そういうのを募集してなんか多かったやつとかを作るとか、前やったものでこれを復活してもらえればみたいなものを作るとかでもいいと思いますし、逆に言うとまあその例えば普段いろんなもの買ってくれてるけど、これが一番履いてんだよねとか、これを一番着てるんだよねってやつの、でもこの色だったらよかったのにとか、この素材だったらよかったのにとかっていうのがね、まあその人のためってわけではないにしろ、それがまあ本当にその自分が求めてるある程度こう 100% のものが作ってあげれるんだったら、ね、それは別に僕らが作ろうと思ってるものとお客さんが欲しいものが 100% そこでリンクするって、やっぱそこまで多くないことですけど、それをなんか拾って作ってあげれるんだったら、それはそれで多分満足度は、だから来てくれてって助けてもらってるんで、なんかこうお互いがもっと満足、あ、よかった来ててって満足できるぐらい、なんかをこうリンクできる部分までは持ってってあげたいなとは思いますけどね。それがまあ自分たちでもやってて楽しければそれの方がいいと思うので、まあそうね、うん、なんかイベントごとやってわーっていうのもいいとは思うんですけど、まあ当分時間もかかるしね、それ人集めらんないし、そうですよね、うん、今そのイベントをやることイコール悪みたいな、うん、感じになっちゃってるんで、それはもうしょうがないよね今。だからそれを考えると、なんかやれることって少ないと思うんで、でもなんか欲しいものを買ってくれてるんで、うん、その欲しいものがより欲しいものになる方法はなんか、ね、お互い、ね、店舗来てくれて話してればいくらでもできるんで、うん、そういうのはなんか作れれば、あ、確かにね、もういろいろもう何でも作れるようになったもんね、本当に。まあ、最初から考えたらさ、うん、もう今下着のパンツ以外は全部作ってるじゃん、うんうん、だから何でも作れるからね、まあ、そういうことで、まあお返しになるならば、うんうん、そんなことしてもいいのかなと思いますけどね、うん、確かに、いろいろちょっとざっとしかね、まあ本当はだってまだ言えることたくさんあったんだけどさ、まあ、いくらでもね、まあ、意外に出てきます、ね、ああそうね、こういう、ね、ああ懐かしい、これこのね、これも一番最初は2006年の12月に出したんですよね、これ、うん、そうですね、生き残りをかけた時にローズボール行った時に見たウエスタンブーツを、あ、ここのポケットに入れた方がいいかなと思ってやってみたら、意外にこれも売れました、ね、売れたね、オースハイですか、こんなのあったりとかですね、矢沢がちょっとね、もう俺ら時代としては早い方でダブルワーク的なね、あの矢沢も月1回で、ね、専門学校の先生やってたんですよ。で古着、その頃はバンタンで古着学科があってね、古着学科があって、うん、そこで教えてたりとかですね、その時はもうまた今日授業あるんで、その時は僕が一人で立って、それでまあね、授業やってもらって、まあ、そこのお客さん、なんか学校も来てましたからね、うん、学校で来てる生徒さんがここに買い物来てくれるようになったりとかね、あったりとか、そういうこともしながらで、まあ僕ももう名前もおんなきゃいけないし、まあ、自分も好きだっていうのもありますけど、プロでねキックボクシングやって、後楽園で試合したりとかですね、まあ、そんなことしてみんなお客さんで来てもらって試合したりとか、
まあなんかダブルワークいろいろその頃から14年ぐらい前からもうずっとそんなことを2人でしてなんとかこうやってきたんですね。まあいろいろ語り尽くせないことは多いんですけど、まだまだ多分まだこれが受けが良かったらこの第2回がまだこの前言い忘れたよなみたいなまだ結構そういうのがあるかもしれないから、まあ、多分掘れば矢沢さんこんなこと言ってましたよとか、いろいろまあ問題もう後藤さんちょっとあの時のこれは文句あるんですけどそんなことがいろいろ言われるかもしれないんで、またね次回そんなところも見ていただければと思いますんで、皆さん本当に、ここまで見ていただいてありがとうございました、またよろしくお願いします